ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、私、栄養食について働くわ。なぜ栄養にしようと思った？だってノルマを達成すれば歩合がもらえるでしょ？バンバン達成してじゃんじゃん稼ごうかなと思って。相変わらず考えが甘々だな。確かにノルマを達成すれば給与は増えるのが栄養職だが、簡単に達成できないからみんな苦しんでいるんだ。中には過酷すぎるノルマを課せられたことで身を滅ぼした例だってあるんだぜ。栄養職ってきついとは聞くけどそこまできついものなの？ああ、じゃあ今回は闇が深いノルマ栄養の実態を解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、セイホレディの栄養だ。生命保険会社の栄養だね。仕事復帰を考える主婦の人の再就職先に選ばれやすいというよね。ああ、だが離職率約8割と、かなり離職率の高い仕事なんだ。それだけ辞める人が多いってことはかなり闇が深そうだね。そうなんだ。まず、生命保険の栄養は栄養の中でも特に難しい部類に入るんだ。一度生命保険に入ったら切り替えることも、プラスして保険に加入するといった機会も、そうそうないもんね。さらに保険栄養マンは全国に40万人以上いると言われており、ライバルが多すぎるのも問題だな。誰から買っても内容は同じだもんね。相当なヒューマンスペックがないと厳しそうだわ。それに生涯独身の人が増えているこのご時世で生命保険は必要ないって人が増えてきているし、昔と比べて貯蓄性の高い商品も減ってきているから、人気のある商品が少ないんだ。生命保険の契約を取るには、相当大変な思いをしなければいけなさそうだね。そう、だがそれでも栄養職だから会社からはノルマが課せられるんだ。セイホレディのノルマってどれくらいなのかしら？会社によっても異なるが、だいたい月2件というところが多いな。数字だけだと少なく見えるけど、毎月2件の契約を取るのも難しいんだろうね。セイホレディの基本給はどれくらいなの？これも会社によるが、基本給15万円から25万円プラスインセンティブといったケースが多く見られるぜ。成績を上げてなんぼの世界なんだね。だが成績が上がったとしても基本給は変わらず、成績が上がった分、来年のノルマのハードルが高くなってしまうケースが多いんだぜ。年々ノルマを達成するのが難しくなってしまうんだね。契約は取れてるのにビビたる基本給しかもらえないとかモチベーションも上がらなさそうだよね。しかもお客様のところに行く時の交通費やその時に渡す粗品、お客様とのお茶代などすべて自腹で出さなければならないことが多いんだ。それで契約取れなかったら大赤字じゃん。なんで会社が持ってくれないの？実はセイホレディの多くは保険会社と雇用契約を結ばず、業務委託契約を締結して働いている。つまりは個人事業主として働いているケースがほとんどなんだ。へえ、じゃあ残業代や休日出勤手当もないの？なしだぜ。どんなに長時間労働しても契約が取れなければもらえる給与は変わらないんだ。しかも福利厚生は社員ほど恩恵は少なく、退職金もない。毎年の確定申告も自分でやる必要があるぜ。さらに個人事業主という立場とはいえ、仕事の指示命令系統は生命保険会社にあるから、未達の場合は上司からの厳しい叱責を受けることもあるんだ。個人事業主で働くメリットが一つもないんだね。そのためなんとか契約を取るために、親や友人を頼るのは誰もが通る道だ。けど、いくら家族や友人の頼みといえど、入りたくもない保険に入るのは嫌だよね。そう、そんな親や友人には迷惑をかけたくない。もしくはもうすがる人がいないというセイホレディが取る最終手段が、自分で保険の契約を結ぶというものだ。保険だって安いものじゃないのにね。本末転倒もいいところだわ。だがこの行動はもはや当たり前とされているんだぜ。保険にも入って経費をかけすぎたら破産してもおかしくないよね。また、セイホレディの中にはノルマに追い詰められたことで、枕営業に及ぶ人もいるというぜ。それも一回にとどまらず、同じ相手と数年にわたり関係が続くこともある。中には、枕営業していることがパートナーにバレてしまい、結婚生活に終止符を打つ羽目になってしまったという事例もあるんだぜ。人生めちゃくちゃじゃない。疑問なんだけどなぜこんな過酷な営業なのに働こうと思う人が多いのかしら？一つに他職種よりも提示される給料が高いという点だ。もちろん契約を取れば取るだけ青天井で収入上がっていくんだろうけど、高収入を得ている人なんてごく一部でしょ。ああ、だが最初に提示される給与の金額はある程度契約が取れていることを条件としているものなんだ。他にも福利厚生がしっかりしている、家事育児と両立できるという誘い文句があるが、
こうした働き方もあくまで営業成績がいいことが大前提なんだ。成績次第では魅力的な収入と働き方が約束されるかもしれないけれど、そんな甘い世界じゃないもんね。自身の生活に悪影響を及ぼしそうなら、すぐに転職した方がいいね。続いて紹介するのは、日本郵便の営業だ。あんな身近な存在の郵便局の営業ってきついの？ああ、郵便局の年賀はがきの自爆営業は有名なんだぜ。郵便局員は正社員、非正規に関わらず、年賀はがき販売の何千枚から一万枚といったノルマが課されるが、すべてを販売しきれなかった郵便局員は自腹で年賀はがきを買い取るんだ。年賀はがき一枚の金額は大したことないけど、塵も積もれば山となるよね。そう、1枚50円の年賀はがきを1000枚買い取ったら5万円の出費だからな。痛すぎるわ。だから郵便局員は買い取った年賀はがきを金券ショップに売りに行くんだ。少しでもダメージを減らすのね。それでも大体金券ショップで売られている年賀はがきは、1枚47から48円だから、買い取り価格はもっと低いぜ。どれくらいの赤字になるのかな？例えば1枚50円の年賀はがきを1万枚買い取ると50万円。これを金券ショップが1枚40円で買い取ってくれたと計算すると10万円の出費だな。これだけ従業員の出費が大きいと違法なんじゃないの？郵便局はあくまでも表向きには自爆営業を禁止しているからな。ノルマ未達成でも罰則はないから、従業員が自分の判断で購入したことになるんだ。自爆営業禁止でノルマ未達の罰則もないのに、なぜ自分で買い取るまで追い込まれるの？ノルマを達成できないと大きな声で怒鳴られ、社内で晒し者にされ、昇進や昇給に影響が出るんだ。この会社の対応は違法だよね。大きな声で怒鳴ることは違法になる可能性大だが、昇進や昇給に影響するのは違法にならないぜ。そうなの。ああ、例えば減給や停職、解雇となると完全に違法だが、ノルマ未達成で昇進昇給しないは合法なんだ。昇進昇給というのはその人の評価が上がることで実現することだから、ノルマ未達で評価が下がり昇進昇給に影響が出るのはおかしいことではないぜ。理不尽かもしれないけどそれが仕事なんだもんね。年賀はがきだけでなく記念切手、初中見舞いのはがき、お中元お歳暮、各種印刷贈り物などにもすべてノルマが課され、売れなければ当然自分で買い取りだ。精神的にも金銭的にも追い詰められそうな仕事だね。このような過剰な営業ノルマが明らかになり、叩かれたことをきっかけに日本郵便は、2019年にノルマの廃止を打ち出したんだ。それは良かったね。ただそれでも一部の現場では、現在でも従業員の自爆営業が報告されているんだぜ。表向きのノルマがなくなっただけで、売らなくてはいけないというプレッシャーは消えていないのかもね。続いて紹介するのは、浄水器販売の営業だ。これまた売るのが難しそうな商材だね。ああ、浄水器は1台2万円10万円と非常に高額で、スーパーで水をもらえるこのご時世、浄水器の需要は少ないと言えるな。それと申し訳ないけど、浄水器って悪質な訪問販売ってイメージがあるのよ。そのイメージは多くの人が抱いているだろうな。事実、詐欺とまでは言えないが、かなり原価率の低い商品を高額で売りつけているケースも多いようだ。そんな浄水器の訪問販売を毎日繰り返していると、良心の呵責で精神面の疲労が大きいようだな。そして厄介なのは、浄水器の営業ノルマが課されることは、浄水器販売会社でなくてもあり得ることだ。例えば建築資材の商社でも浄水器販売のノルマが課されたことがあったらしいんだ。参入しやすい商材なのかな。けど、高額、需要減、イメージ最悪。こんなの浄水器の販売にノルマが課されたら、どこに売りに行けばいいんだろう。もともと販売ルートがある会社ならともかく、ないのに浄水器を売るのは至難の業だ。結果、友達や親戚に売るか、自分で買うかの二択となってしまうんだ。いくら友人や親戚でも浄水器みたいな高価なもの、心よく買ってはくれないだろうね。ああ、しかも購入後もメンテナンス費用がかかるから、友達や親戚に売りつけると必ず問題が発生する。結局のところ自分が買うしかなくなるんだ。水をきれいにするって素晴らしいコンセプトの製品なのに、こんなにみんなを不幸にしてしまうんだね。また、浄水器を自爆営業させるために、次のような手法を使っている会社もあるぜ。例えば2万円の浄水器を、5台売るというノルマがあったとしよう。すると、その月の給料は、基本給20万円から、浄水器代2万円かける5台イコール10万円を差し引くんだ。これっていやおうなしに浄水器を買わされているってことじゃん。
そう、そして浄水器が売れると、お客さんから受け取る代金は自分のものになるというわけだ。5台売ればチャラか。もし達成されなかったら手元に浄水器が残るだけ？ああ、会社としては現物支給や、社員が購入した商品として扱われるぜ。無理やり転引きしたくせに、こんな道理がまかり通って言い訳。言い訳ないだろ。こんなとんでも違法行為を行っている会社、さすがに今では見なくなったが、ボーナスからの転引きしているケースは今でもよく見られるぜ。え、ボーナスはセーフなの？ああ、ボーナスは現物支給が可能だから、ボーナス全額を浄水器の現物支給にしてしまうことも可能なんだ。いらねえ。会社員にとって、ボーナスは人生の楽しみの一つなのにね。そこも違法にしてほしいわ。最後に紹介するのは、コンビニの営業ノルマだ。毎日利用しているけど、コンビニ店員さんたちは厳しいノルマを課せられていたんだ。そんな風に見えなかったわ。もちろんアルバイトはそんなノルマは課せられていないぜ。だがコンビニのフランチャイズのオーナーは毎日自爆営業をしているようなものだ。本部のエリアマネージャーからおむすびや弁当、パンの仕入れを増やすよう強く要求されるが、結局売れ残って廃棄処分。でも仕入れ代はきっちり本部に払うというようなことが毎日起きているぜ。適正在庫っていうものがあるのにね。廃棄が増えるだけでもったいないわ。厳しいノルマはフランチャイズだけでなく、本部の社員にも課せられる。何を売れと言われるの？それはお歳暮やお中元、母の日、父の日、敬老の日などのギフトやクリスマスケーキ、おせちなど足したようだぜ。コンビニは季節や時期に合わせたキャンペーンをやってるけど、その度にノルマが課せられるんだね。そう、本部の社員はノルマを達成するために、自分の担当するエリアのフランチャイズ店にノルマを押し付ける。フランチャイズ店はフランチャイズ契約を切られたら即倒産だから、過剰在庫になっても商品を買わざるを得ない。そしてアルバイトに販売ノルマを課すことになる。本部社員はそれだけでは足りず、自分の昇給、昇進のために友達や親戚、最終的に自分で買うことになるんだ。悪循環そのものだね。食材廃棄の問題もあるし、コンビニの本部には過剰なノルマの設定を控えてほしいものだわ。以上、闇が深いノルマ営業の実態を紹介したぜ。ノルマのせいで苦しんでる人が多いけど、そもそもノルマ制度って必要なのかしら？もちろんノルマを課すことで成功した事例は数多くあるぜ。ノルマは自主的な目標として掲げるのであれば、おのおののモチベーション維持につながるし、結果として業績がアップすれば不利益を被る人はいないからな。問題はノルマ未達だからと商品の購入を強制したり、ペナルティを課すことにあるんだぜ。ノルマをこなすことは重要かもしれないけど、自分の身銭を切る必要はないよ。そう、もしあなたの職場でそのようなことがあるなら、遠慮せず労働基準監督署に相談することをお勧めするぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。